です。もう2月に入りました。早い。なんか寒い日が続いてるけど、みんな元気ですか？私の最近のニュース。髪を切りました。どうですか？あのね、結構周りの人に、友達とかね、家族とかにね、短い方がいいって言われるんだけど、どうですかね。もともと童顔だから、長いと割と幼く見えるっていうのもあるかもしれない。あとは、まあ、割と自分アクティブな方だと思うから、なんかあんまり乙女っていう感じじゃないし、だから多分ね、こういうのが似合うんだと思う。柏の葉に切りに行ったんだけど、いつもお世話になっている美容院に切りに行ったんだけど、その様子もね、動画もうちょっとしたらアップできるので、皆さん見てください。すごく柏の葉は久しぶりで、2024年に入って初めて行ったので、すごいね、久しぶりで嬉しかった。やっぱ柏の葉、広々としてていいね。あ、これ、クリスマスの時のなんだけどね。可愛いからなかなか捨てられなくて、これいっぱいあるんだけど、そう、ちょっと、ハンドクリームとか、ちょっとした、なんかコロンとか、入れちゃったりしてます。はい、では早速、毎月恒例の TX、つくばエクスプレス、カレンダーめくりをしていきます。1月は、じゃん。この巨大筑波山の前を走る筑波エクスプレス。こちらは2000系ですね。2000系。そしてこの場所は万博記念公園付近でした。さあ、2月はどんな筑波エクスプレスでしょうか？めくります。パララ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 ラ。じゃあ、早速クイズね。はい。この、筑波エクスプレス。こちらは、線形だ。線形ですね。どこを走っているでしょうか。ちょっと難しいよね。でも、割とね、これ、見た感じ、大きめの駅に見えるでしょ？うん。大きい駅なんです。しかもね、大ヒントね。この駅、今度のダイヤ改正で、すごい大きな変化が起こります。はい。では、こちら、どこを走っているでしょうか？ Thinking time! ピッ、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 はい。正解は、八潮駅でーす。八潮駅ね。今度の3月16日、ダイヤ改正で、快速電車が止まることになったということで、おめでとうございまーす！ね、八潮ね、私もちょっと、なんで快速止まらないのかっていうのがちょっと不思議だったんだけど、あとは混雑緩和のために、ラッシュ時の本数も増やすみたいだから、ね、八潮もだんだん開発が進んできてね、この間、アド待ちで、八潮をやってたんだけど、まあ、この間っていうか、去年ね、つくばエクスプレスが、こう、開通する前は、そんなに開発が進んでないところだったのに、どん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 成長していって、マンションとかも建っていって、今すごい大きい駅になっていますよね。うん。ということで、おめでとうございます！そしてこのね、雪景色すごい美しいね。いやでも雪の時にこんなにね、綺麗に TX を撮るの、電車を撮るのって難しいと思うんだけど、インスタに雪が舞っている中、走るつくばエクスプレスをすっごい綺麗に撮っていらっしゃる方もいて、もう私すごく感激します。2月らしくていいね。うん。うわぁ。なんかちょっと見ただけで寒くなりそうだけどね。みんな暖かくして、私も今日はセーター着てます。
あと、八潮駅といえば、一つ思い出があった。2022年、つくばエクスプレスツアーで、八潮駅から貸し切りの団体列車が出発して、新快速で、守谷の車両基地に行ったんだよね。そう。そう思い出した。めっちゃ楽しかった。車内抽選あったりしてね。貴重な体験で楽しかったっていうのはもう何回も話しているんだけど、去年はつくばエクスプレス祭り、まあ落選してしまったんですが、今年またね、行けたらいいな。では皆さん、寒い日が続きますが、お体に気をつけてお過ごしください。 TX 好きな人はもちろんリコマジックのチャンネル登録してくれてるよね。それではまた次の動画で